皆さんこんこにちは予備試験受験生の方試験まであと数週間ですねで担当一発ですけどまだまだ点数伸びますやれることやっていきましょう特にねやっぱ7法と一般教諭ですごく科目多いんですけどそんなにねみんなできてませんで今ねむしろ着実にやっていくことでライバルと差をつけられて合格のゾーンに入っていく ぜひ、ね、一歩一歩勉強してい,きたえいただきたいと思いますでここでやっていただきたいことまず得点プランの確認え7法と一般教全全部でで良いい点取れる必要は全くないんですよだって人によっては勝法全然取れないけど他の科目は点数が取れるようになるいろんなパターンがあるなので自分のパターンで、ね、自分の強み強い科目と弱い科目をはっきりしてこの科目は取りに行こうこの科目はそこそこで抑えようそういったのを考えていってください 一般論ですけど憲法民法刑法行政法は比較的点数が取りやすくて商法とやっぱ訴訟法は比較的点数が取りにくいっていう傾向はありますがこれも人それぞれですで次に条文の確認法解釈学は何といっても条文が一番何も手がつかなかったら条文確認してください僕はねあの試験直前に寝る前に憲法の統治の条文を読んでから寝ていましたあと会社法会社もね 期間出ますよね。一方で組織再編って1問か2問しか出ないんで期間の条文だけ取得するこれも結構効果がありますあと論文論点の確認これ私がね普段から担当講座でも申し上げてるんですけどあの論文との共通の論点が担当に出た時これを落とさないようにしてくださいと言います論文と共通論点なのに落とすって多いんですよ例えばね民訴の規範力規範力の自適限界 詐欺取り消しの場合はどうだろうかありますよねあれね意外に正答率悪いですでもそういうところって論文と共通だから確実に取りたいですよね論文共通論点取るだけで結構点数伸びますあただ1個例外で軽素の伝文これマスターするのに時間がかかるので正直今分かんないって人は伝文は捨てるのも一つの手ですそれよりももっと効率のいいところをやりましょうで直前期なんで 大変だだだと思いまままますすけどまだまだできます民法の条文の確認もありますし判例の確認もありますやっぱり憲法はね人権分野判例の確認ですよね行政法も判例確認しておきたいあと行政法っいうのは細かいね大執行法とか国家賠償法とか行政事件訴訟法の訴訟要件なんかも押さえておきたいたくさんやることありますでくじけそうになるかもしれないけど結局ね 合格ラインギリギリでもいいんですよだからまずね担当を受かんないと論文にいけないのでぜひあと数週間頑張っていきましょうそれではこの動画を聞いた皆さんの合格を記念しておりますお疲れ様でした